いや皆さんこんにちはバンドでございますお元気ですか今日は外三十七度とかいくらしいええー、恐ろしいね室内に入ってヒヤヒヤしておりますヒヤ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 しております今日はですね K&F コンサルトさんの ND フィルターバリアブル ND フィルターの方ですねバリアブル ND フィルターあのインスタの方から声かけていただいてちょっとたまにはレベーしないっていうんで あじゃあバリアブル ND フィルターちょ,ちょうどやりたいんでレベルさせてっていうんで今回送っていただきました ND えっとねナノ X っていうシリーズのフィルターがあってそれの ND2 から ND400 まで可変ですよっていうやつですね立派な箱に入ってきますこれのよいしょこれの特徴は動画を私みたいに動画をあまりやっていない人間に、えー、説明しようとするとどうなるかっていうとこれ見えるかなちょっと待ってどっちがどっちだこれか。 ここにさ、オレンジ色の K&F 色の取っ手がついてるの見えるかなここに取っ手があってほらほらほら,ほら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 こういう感じで、まあ、そもそも ND フィルターが何かっていうとニュートラル電子っていうのがあるんですよ。でスチールの世界だと ND フィルターっていうのは何に使うかっていうと簡単に言うと滝を。 こう白い糸シャーみたいにやるシャッタースピード遅くしたいね要はね、えー、絞りをめちゃくちゃ絞り込みたくないんだとなら小絞りボケを起こすのでめちゃめちゃ絞り込みたくない感度もできるだけ下げたいっつっても ISO100 とか ISO50 とかカメラによって加減が決まってるでしょ。ってなるとシャッタースピードを長くするためにはレンズに入る前の時点で光を減らさなきゃいけない、まあ、サングラスと一緒ですよ要はね。えー、のでこういう ND フィルターっていうやつがあるんですけど、えー、ND フィルター2になると え光が分の1 ND フィルター4になると四分の一っていうふうに段数と違う本当は1号2号みたいな感じでいいんだけどね、えー、ND1000 だと1000分の1の光の量ってことになりますね9段分ぐらいかな確かね、えー、っていうことになるので数字が大きければ大きいほど光を通す量が減っていくんですね。でこれをなんでバリアブル ND をあの例えば Amazon なんかでバリアブル ND というか VND とかって検索してもらうといっぱい出てくると思うんだけど。 これ動画でよく使うんですよスチルだとあんま使わないです、えー、なんでかっていうと動画の場合はシャッタースピードを、えー、そもそも60分の1秒とかに落としたいんですよで、なんでかっていうと今これね えこの動画シャッタースピードが60分の1秒まで室内なんでね容易に落とせるんで落としてあると思うんですけどこうやって手をブンブン振ったりとか動きの速いものがあった時にあと車がブーンって通り過ぎた時にスチールで見ると60分の1秒ってブレちゃうでしょブレブレでしょこうやって僕が喋っているだけでもいろんなところがブレていると思うんだけど動画ってブレがあった方が自然に見えるんですよ面白いもん楽しそうね。っていうことなので。 屋外晴天屋外なんかに出た時に例えば ISO100 までしか下げられないとか下手するとログ取りなんかしてる場合は ISO800 いくまで落とせないとかあるんですよ。最低感度が ISO800 とかあるんですね ISO800 までとかってまあ感度が決まっちゃってて絞りもさせっかく現代的な機材使ってるから絞りも開けたいなってなるとじゃあシャッタースピードがその感度と絞りの勢いに任せると ね、何千分の1秒とかになっちゃってこう全てがプライベートライヤーみたいになるわけですよ。でプライベートライヤーの戦闘シーン覚えてる人いるからもう結構おじさんだよね。っていうことになってしまうのでこれは困ったと。っていう時にレンズの前にフィルターを入れて ND フィルターを入れて暗くしてあげるとそのシャッタースピードが落とせると。 いうためのものもですつまりシャッタースピードを落とすためのものですね。っていうことなので,で現場で現場の光量に対して、まあ、あと使いたい絞りによって臨機応変にシャッタースピードを落とすために臨機応変に明るさが変えられるようになっているよっていうのがバリアブル ND フィルターで,でバリアブル ND フィルターも普通の ND フィルターも共通でまず気になるのが色がどれぐらい変わっちゃうのかなっていうことですよね。で変わっちゃううことについてはんてはなののかなあの 変ななねじり方をしてくれなけれけばちょっと赤くなろうがちょっと赤く青くなろうが撮る段階レンズの奥側でセンサー側で記録する時点でホワイトバランス取るなりなんなりしてグレー取るなりしてねえ調整できることもあるのでまず変な色の転び方しないでくれるかなっていうのがまず1点とあとバリアブル ND フィルターってねそのこれ ND2 から ND400 までって書いてあるんだけど最大値一番暗いところに近づいていくと X 型の あのー、なんていうのかなムラが出るんですよでこれは構造上仕方がないところではあるんだけどそこにどれぐらいまで耐えてくれるのかっていうのがちょっと見たいので今日はですね意地悪な実験ですけどもやると思いますちなみにこれカメラ側レンズ側が8 2ミ、mm、リのものを送っていただきました、えー、基本的にこういうのはデカめのを買ってあのアダプタリングでいいのかなで、えー、と実際これ今動画を撮っているのは S52X にシグマの28から 70mm をつけてるんですけどフィルター径が 67mm なんですよ。なんで 67mm から 82mm に変換するリングをくっつけてそこにこう取り付けてるわけですね。ってしておかないとレンズごとにバリアブル ND フィルター買ってるともう切りがないので交換、まあ、は早いけどね。ということなので 82mm って大きめのやつを使ってます。これ以上のもののももも場合は諦めましょううですねねっっととといも売ってると思うけど、ね、であと こっちがですね、レーこっちがレンズ側で、こっちが外側ですね。外側については、えー、通常のフィルターの場合、82ミ、mm、リのフィルターの場合は、こっち側のネジ径も82ミ、mm、リなんですけど、バリアブル ND フィルターというのは構造上ほとんどの場合、もっと大きくなっちゃうんですよ。なので、こうちょっと見えづらいと思うんですけども、えっ、ー、ともっと大きいフィル、えー、大きいレンズキャップじゃないとつかないようになっているので、レンズキャップをカチャカチャ付け外しして運用したい方はちょっと気をつけてください。あんまりつけないと思うけどね。 と、えー、いうふうに思いますので実際に使ってみましょうさあそれじゃあ皆さん左手だけの出演ですけどもよろしくです、えー、何をしているかって言うと今上にね LED 照明がついておりまして 200W、2 2 0トかな直射です、えー、暑さを感じるぐらいの光量が来ておりましてこれ今皆さんにも見えるように画面を録画してるんですけどキャプチャーしててね、えー、下の方見えるかな ISO200 のさっきと同じセッティングにしちゃった ISO200 で えー、絞りがでシャッターースピードが500分の1秒です500分の1秒ってね動画でやるとね結構このなんていうのブレがないんですよスカスカって動,動きが起きてしまうんで、えー、となんていうのかなパラパラ漫画みたいによくなるって言われるやつねで今フィルターつけてないですここに ND フィルターバリアブル ND フィルターをくっつけてみましょうですね。よしくっついてや えっと一番弱い状態にしてみようかなメモリはどこだ一番これで ND2 ですね ND2 一番弱いところですさっきよりも暗くなってしまったので、まあ、当然一段分落ちてるのでシャッタースピードをこちら123250分の1秒にしてみましたイエーイまあそんな変わんないで、ね、もっと暗くしましょうじゃあ目標を えと60分の1秒に先にシャッタースピードを落としちゃって60分の1秒かなこれでにしちゃってそれに合わせて飛ばないようにフィルターを濃くしていってますこんな感じかな微妙に安全面に撮ってますけどこんなもんだと思いますさあブレはどれぐらいでしょうかちょっとブレてるの分かるかなちょっとブレが出てるのが見えると思いますこんな感じでございましたですねこれさらに遅くしてみるさらに遅くするとまだまだいけるよ ISO200 だけど。 30分の1秒が一番遅いかななのでもうさらにフィルターも1段分程度暗くするとこんな感じほらもう明らかにブレが出てるでしょうカメラによってはもっと遅くすることもできるんだけどもピアニストの手の動きもきれいに照れますってな感じでございましたですね皆さん、えー、ND フィルターをかけてやるといい感じになるよこれちなみにじゃああと感度も上げてみようか ISO800 まで上げてみよう ISO800 まで上げてしまうと また明るくなるね明るるくなるんだけど ND フィールドはまだ濃くできるんで全然余裕ですねなので30分の1秒のままなんだけど実用よりもちょっと低いシャッタースピードなんだけどねではあるんだけど下げることはできるのでブレもちゃんと記録できますねシャッタースピード戻しちゃおうかシャッタースピード123戻して ND フィールドっていうふうに現場でリアルにこうやって自然なブレ っていうふうにあのどんどん変更してリアルタイムに変更していけるのは非常にやりやすいのでやっぱ便利ですよっていうのとこれねごめん今オートホワイトバランスのまま撮ってるんだけど色全然偏りないねこれ全く問題がないので私みたいにズボラでオートホワイトバランスで動画を撮ってしまうような人間にとっても非常にいい感じにできるというふうに、えー、思います。犬,犬合ってるの、ね、耳,耳だっけっけていうふうに思います私のあの犬の影影影も。 いいいい感じにブレが記録されていると思いますので皆さんぜひバリアブル NV フィルターをこうあの検討してみるといいと思います。み、は、たいな感じでございまして皆さん実験の結果分かっていただけたかな、えー、シャッタースピードを落とした時の変化っていうのが、まあ、あまり気にしない人はシャッタースピード例えばこのまま屋外に持ってってシャッタースピードで明るさを逃がしてもうプライベートライアン状態でも気にしない人もいると思うんだけど噴水とか。 車が走ってるとかそういうのをリアルにシネマ的にしたいなって場合はシャッタースピードを落としちゃった方が間違いなくいいので、えー、その辺り気にする人はバリアブルルフィルターを導入してみるとといいと思い思ます特にこれね今回試してみて前のねあのマグネット式の ND フィルターバリアブルじゃない ND フィルターとか PL フィルターの時もそうだったんですけど K&F コンセプトさんのねフィルターが色転びがすごく少なくて結構びっくりした覚えがあるんですよ。で今回も非常に結果が良かったんで皆さんぜひですねこれ検討してみてください。 っていう感じでございまして、お付き合いありがとうございました。またね。